DS BDS。Hey guys, we're at the Kyoto で髪が長くなったってことなんでね、一人で髪を切ってみたいと思います。まあ毎回恒例のね、一人で切るもんなんですけど、今回はね、なんか500円カットをね、結構探してたんですよ。あの、床屋さん。この前ね、1000円カットで、まあ、かっこよくなられたんで、次は500円カットとかないのかなって探してたんですけど、まあ、近くにね、見つかんなかったんで、800円カットぐらいならね、多分あると思うんですけど、500円カットってなると多分、美容師さんのね、こう、見習いとかじゃないと多分、500円でね、切られることはできないと思うんで、今日はね、自分で切ってきて出ます。で、もう髪がね、もうほんと邪魔で、もうイライラして暑苦しいんで、今日は、もう多分今までで一番ね、髪をね、切る日になると思います。あの、狼ベリーショートっていうね、なんか今流行ってるらしいんですけど、ここをもう完全に刈って、で、ここを残して、ちょっともうショート的な感じで、まあ、簡単に言ったらね、タラちゃんですよ。タラちゃん。はい。まあ、タラちゃんをちょっとイケメン風にした感じの、髪型なんですけど、僕見て顔がでかいとね、そんな似合わないんですけど、もうほんと邪魔なんでね、はい、切ってきて出ます。で、こういうところをね、後ろとか刈ると、まあ、最初はかっこいいんですけど、伸びた後のことを考えるとね、伸びたみたいにね、ダサくなっちゃうんですよ。なので、本当はね、くるくるって、ハサミで、こうね、束感した方がいいと思うんですけど、まあね、細かいことは気にせずで、頑張っていきましょう！うわ、ベリベリショート。多分ね、やばいと思う、これ。あの、マジで、変になったら、帽子かぶる。もうその勢いでやります。多分ね、刈ると変な風になると思うんですよね。じゃあ、やってみたいと思います。じゃあ、後ろ。ね、怖いんで、ちょっと9ミリ。9ミリって短いですかね。11ミリでやってみるか。やってみます。じゃあ、一気にいきますよ。あ、やべ。あー、なくなった。怖っ。うわ、ほらほら。やばいやばい。こんなの、こんな切ったの多分、少年野球入れですよ。もういいや、もういっちゃえ。邪魔だ。やっぱ男はバリカンですよ。うわ、怖え。やばい。気持ち悪い。やばいことになってる今。もう取り返しつかないですよ、これ。タラちゃんヘアですよ。大変なことになってる。これなんかスラムダンクのあいつみたいな、なんかマネージャーが好きなやつ。名前が出てこないですけど、もう完全にタラちゃんですよ。やばいことになってる。ちょっとこっからはプロの領域ですね。いきます。もう怒った俺。はい、どうもね、切り終えました。こちらです。でってってやばくない？多分過去最高に切りましたね。で、後ろが完全に刈り上げですね。はい、ちょっとね、髪洗ってきます。はい、手腕でね、髪洗ってきました。めっちゃ短くなってますね。もうタラちゃんですよ。横がこんな感じで、後ろがこんな感じで、もうめっちゃ刈り上げてるんですけど、ポイントはね、こう全部刈り上げてるわけじゃなくて、こっからちょっとね、すきばさみでかっこよくしました。はい。今回切った髪はこちらですね。もう最大量ですね、多分。はい、というわけでね、過去最大にね、髪を切ったんですが、どうですか？なんか変ですかね。いや、なんか結構こういうのってさ、人に言われないとさ、気づかないじゃないですか。変とか、いいとか。自分では、うおー、やっちまったなって感じですね。はい、というわけでね、まあ、マシだなって思った人はグッドボタン。マシじゃないって思った人はグッドボタンお願いします。
まあ、夏休みなんでね、まあ、こんぐらいね、短くしても、まあ、いいかなって思ったんで、今日は切りました。で、なんか変だなって、めっちゃ言われたら、もう帽子かぶるんで。はい、ではね、ぜひみんなもね、親から1000円巻き上げて、自分で切ってみてはいかんしょっか！ってうれしい！ありがとうございます。PDS 株式会社。チャンネル登録